皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好章久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2024年7月13日の土曜日、聖書の箇所は旧約聖書列王記第2、10章12節から27節。タイトルは過激な改革、無慈悲な裁きの道具です。私たち自身の改革をしようとされている主の技に起き入れていく、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。列王記第2、10章12節から27節。それからエフーは立ってサマリアへ行った。その途中、羊飼いのベテエケデというところで、エフーはユダの王アハズヤの身内の者たちに出会った。彼が、お前たちは誰かと聞くと、彼らは、私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王母の子供たちの安否を尋ねに下ってきました、と答えた。エフーが、彼らを生け捕りにせよ、と言ったので、人々は彼らを生け捕りにした。そして、ベテエケデの水溜め場で彼ら42人を殺し、一人も残さなかった。彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子ヨナダブに出会った。エフーは彼に挨拶していった。あなたの心は、私の心があなたの心に対してそうであるように、まっすぐですか？ヨナダブは、そうです、と答えた。そうなら、こちらに手を伸ばしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、エフーは彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て、主に対する私の熱心さを見なさい、と言った。エフーは彼を自分の戦車に乗せてサマリアに行った。エフーはアハブに属する者で、サマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。エフーはすべての民を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに仕えなかったが、エフーは大いに仕えるつもりだ。だから今、バールの預言者やその信者、およびその祭司たちを皆、私のところに呼び寄せよ。一人も欠けてはならない。私は大いなる生贄をバールに捧げるつもりである。列席しない者は誰も生かしてはおかない。エフーはバールの信者たちを滅ぼすために策略を巡らしたのである。エフーがバールのために清めの集会を催せと命じると、彼らはこれを布告した。エフーが全イスラエルに人を使わしたので、バールの信者たちが皆やってきた。残っていて来なかった者は一人もいなかった。彼らがバールの神殿に入ると、バールの神殿は端から端までいっぱいになった。エフーが衣装係に、バールの信者すべてに祭服を出してやれと命じたので、彼らのために祭服を取り出した。エフーとレカブの子ヨナダブは、バールの神殿に入り、バールの信者たちに言った。よく見回して、ここには主のしもべがあなた方と一緒に一人もおらず、ただバールの信者たちだけがいるようにせよ。こうして彼らは、生贄と
全焼の捧げ物を捧げる準備をした。エフーは80人の者を神殿の外に配置していった。私がお前たちの手に渡す者を一人でも逃す者があれば、その命を逃れた者の命に変える。全焼の捧げ物を捧げ終えたとき、エフーは近衛兵と侍従たちに言った。入って行って彼らを討ち取れ。一人も外に出すな。そこで近衛兵と侍従たちは剣の刃で彼らを打って投げ捨て、バールの神殿の奥の間にまで踏み込んだ。そしてバールの神殿の石の柱を運び出して、これを焼き、バールの石の柱を打ち壊し、バールの神殿も打ち壊し、これを便所とした。それは、今日まで残っている。私の大学の時のゼミの先生は、時々ですね、私たち学生に対して、大学を卒業して社会に出てですね、この仕事をしていくときに、覚えていることの一つとしてですね、これ40歳を過ぎたら自分をバカだと思えっていうね、こういう教えがあったんですけども、40過ぎても自分がバカだということに気づかない、バカな奴はどうしようもないって言ってですね、こういうふうにおっしゃっていたんですけども、本意は何かって言ったらですね、私たちはみんなこの優秀じゃないとですね、出世しないわけですよね。この優秀だ。ところがですね、ある程度のこう、成功していくとですね、この自分が優秀だっていうことにより頼んでしまうので、するとですね、この下の人は働きにくくなるわけですよね。そして、下の者が、人たちをですね、この馬鹿にし始めるとですね、下の人たちはいつもこう、小さくなってしまうと。ところがですね、自分がバカだと思えばですね、下の人たちが優秀だっていうことが分かってきてですね、そして優秀な人を使うことができるようになっていくっていうですね、このリーダーシップのあり方が、この変わっていくんだって、その年によってですね、この時代によって、時代というか年齢によって、階層によって、リーダーシップスタイルっていうのはこう変わっていくんだっていうことを教えようとしてですね、そういうことを言ったと思うんですけれども、私たちはですね、ここで私たち自身が、このエフーっていう人が、いろいろこの宗教改革をやると。ところがですね、この実際に彼自身が油注ぎを受けて、そして神の言葉が実現して、この宗教改革をやっていくイスラエルの偶像を取り除いて、バール神を取り除いていく。それは成功したんですけれども、しかし結局彼自身は、この金の格子を取り除くことができなかった。明日のテキストなんですけれども、次のところに出てくるんですけれども、Fは確かにバール神は取り除いたけれども、金の格子は取り除くことができなかった。そして彼自身ある程度こう評価されてですね、この神様から評価されるんだけれども、しかしそれは永遠に続かない。そういうことを覚えたときに、彼に必要だったのは何かって言ったときにですね、彼自身の改革ですよ。私たちで言えば、私たちも確かに偶像とこの決別する神の言葉をが実現していく、そういったですね、この霊的なリーダーシップを発揮していく、神様の働きをしていく、それはそれでいいんですけれども、しかし、時々ですね、この、教会の指導者とかで、自分自身の改革をおろそかにしていてですね、そして、働きの途中で頓挫していくっていう人たちが、時々見られるわけですよね。で、そのことを、自分自身にも覚えながら、今日のテキストを読んでいったときにですね、私たちは、読んでいくとですね、興味深いことは何かっていうと、12節に、それからエフーは立ってサマレアへ行った。その途中、羊飼いのベテエケデというところで、エフーはユダの王ハゼヤの身内の者たちに出会った。彼がお前たちは誰かと聞くと、彼らは私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王母の子供たちの安否を尋ねに下ってやってきましたと答えたんですね。ね、いや、ユダの王ですからね、このイスラエルの改革をやっていたエフーはですね、このまさかエフーがこのユダの王アハズヤも殺していたって知らなかったと思うんですね。ところがですね、エフーは、このユダの王ハゼヤも、やっぱりですね、この偶像礼拝に縛られていたわけですから、それはもうすでに殺していると。そして、この身内の者たちって聞いたらですね、彼らもやっぱり生き倒れにして殺してしまえって言ってですね、一人も残さないっていう、そういうことが起こるわけです。徹底したですね、改革をやってるって言ったら、もちろんその通りなんだけれども、ちょっとやりすぎなんじゃないですかっていう、そういう雰囲気が出てくるわけですよね。そして15節で見るとですね、彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子、
ヨナダブに出会ったって書いてます。でレカブの子ヨナブっていうのはですね、後にエレミアが書いているこのところを見るとですね、この素晴らしいこの霊的な人で、そしてその子孫もずっと神様に従った人だったってことがわかるわけなんです。で一方ですね、エフーはまあ確かに良かったけれども、4代までしかですね、その祝福が続かないということを考えた時にですね、この、レカブの子ヨナタブと出会っていくときに、まあ、本来だったらですね、エフーはこのレカブの子ヨナタブから学んでいく立場にあったかもしれないです、ね。ところがですね、16節に何て言うかっていうとですね、私と一緒に来て主に対する私の熱心さを見なさいって言うんです。まあ、ここら辺がですね、だんだんとですね、このエフーの問題がこの浮き彫りにされてきてるんじゃないかなと思うんです。どうしてかっていうとですね、私たちに大事なことは、私の主に対する熱心さではなくて、主ご自身の熱心さが大事なんですよね。これがこう、スイッチしていくとですね。私たちは神様が熱心なので、F を立てて、そして偶像礼拝を取り除くために用いると。私たちももし用いられるとしたら、主が熱心なので、主の働きのために私たちさえもイエス様の十字架の恵みによって清めて用いてくださる。こういうことですよね。ところがもし私たちが私たちの主に対する熱心さを中心に持ってきたらですね、それは本末転倒ということが起こってくるわけです。リーダーシップのですね、この霊的なリーダーシップのこの失敗の最初の第一歩っていうのがですね、こういうところにあるのかもしれないですよね。私たちは確かに熱心に主に仕えて、確かにそれがうまくいって、そして偶像と決別して戦って神の御言葉が実現して、そしていろんな働きがしていくと。まあ、そうだね。でも、それは主の熱心なんであって、私の熱心ではないっていうところに、まず本当にいつでも立ち戻らなければならないわけですよね。まあ、エフーはレカブの子ヨナタブと出会ってきてですね、その霊的な姿から学ぶことができたかもしれないけれども、もう彼の中にあるのはですね、この主が私の味方だっていうところからですね、主がエリアにお告げになった通りのことが起こっている。だから本当に自分は正しいんだっていう、そこにまあ、立っていたように見えるわけですね。だから私の主に対する熱心を見てください。そしてですね、こう読んでいくと、この18節以降になるとですね、このバールの崇拝者たちを騙して、そして皆殺しにするっていう、この出来事が起こってくるわけですよね。で、こうなってくるとですね、なかなかですね、このちょっとやりすぎなんじゃないかなっていう雰囲気が出てくるんじゃないかなと思う。確かにですね、このバールを礼拝することは、この間違ってるし、罪だし、それをですね、根絶やしにするっていうことは、もちろん神様の御心なんですけれども、でもですね、そこでふと考えてみると、このバールを崇拝している人たちが主を礼拝するものに変革されていくってことが目的なんだったですね。バール、まず偶像を壊して、そして偶像を壊した時に、そのバールを礼拝している人たちが、お前何やるんだって言われて、迫害を受けるぐらいでちょうどいいわけであってですね。まずこのバール崇拝者を殺して、それからこの偶像を壊すっていうのは、ちょっとまた本末転倒が起こってるんじゃないかな。こういうふうに思わされるわけです。神様はですね、バール礼拝者のことも愛して、そして神様に立ち返ってもらいたいと思っていると思うんですよね。私たちのヤオエルズの、文化のですね、ヤオエルズの神々を拝んでいる人たちもですね、神様はその人たちのためにもイエス様を十字架につけたわけですから、その人たちをまず殺すんではなくて、まず偶像礼拝に対して戦わなければならないのに、まあ人間の方を先に扱うというと、これ本末転倒になっていくわけですね。ましてや、このイエス様はですね、毒麦は抜いちゃいけないっていうわけですよね。裁きは最後になって主がされる。だから私たちからしてみたらですね、迫害を受けてもいいから福音を伝える。迫害を受けてもいいから偶像礼拝を拒否する。迫害を受けてもいいからですね、そういったものを私はやりませんと言って、そういう生き方を示していくことは大事だけれども、それによって人々が、あ、本当の神様は何なんだ、どういう方なんだろうかって、この求道心を持ってですね、そしてやがて、フヌたちもイエス様を信じて、バール神を脱却して、主を礼拝するっていうものになっていく。まあ、これだったらいいわけなんですけれども、この、そうじゃなくて、バール崇拝者を騙してですね、しかもですね、この根絶やしにすると。で、これもですね、やっぱりこの本末転倒になってるんじゃないかなと思うんですね。だから私たちは、そういう姿ではなくて、この、偶像礼拝に対して戦うんですね。これがですね、私たちにとって大事なことですね。人間と喧嘩するんじゃなくて、時々伝道したら喧嘩みたいになっちゃう。人がいないでもないですけど、人間と喧嘩することが目的じゃないっていうことですよね。そしてもっと言うとですね、この主の言葉が本当にですね、この語られるっていうことが、
まあ、だんだんとですね、これなくなっていく。まあ、F のやったことは神様の御心が実現したんだっていうことをずっと言い続けているわけなんですけれども、じゃあ自分に対する神様の御心は何なのかということをやっぱり考えなければならないわけですよね。偶像礼拝が間違っている、それはもちろんそうですよ。そしてそれに対して裁きがなされる、主が裁きをなされる、もちろんそうですよ。でも自分も罪はあるし、自分が罪なしとできるわけじゃないので、神様の御心、私に対する主の言葉は何なのかって言って、預言者を持つ必要があるんですね。F はですね、まあ言ったらですね、預言者じゃなかった王様ですからね。だからこの世の力を持っていくわけですよね。で、もし私たちがですね、まあ皆さんの中に、そういうこの世の力を持っている人がいたらですね、この預言者を必要としているってことをいつも覚えるべきですね。神の言葉を自分に語ってくれる教師。ましてやですね、自分が、まあ、なんか適当なこの聖書解釈でですね、自分の社会的経験とか力によって、聖書が、自分の解釈が正しいんだとかってやったらですね、もう、裁きを受けますからね。誰も軽々しく教師になっちゃいけないって書いてありますから。むしろ、教師というか預言者を必要としている私は、まあ、メンターというかですね、神の言葉を語ってくれるメンター。もちろん、まあ、教会の牧師さんもそうだし、そしてですね、まあ、プロって言ったらあれかもしれないけれども、そういった人たちのですね、この導きっていうのを自分は必要としているんだって。私に対する神の言葉は何だろうか、ね、いうことをですね、この、いつも問うていくっていうことが、まあ、重要なことなんじゃないかなと思うんですね。ですから私たちはですね、本当に、F が、まあ、確かに改革をやった。でも、自分自身に対する改革。それが彼に必要だった。いうことを覚えて、私たちも本当に私自身の霊的な刷新のために、主が何をしてくださるか、そのことを求める人になっていきたいと思います。いかがでしょうか。私たちはイエス・キリストを信じて確かに偶像を礼拝しなくなった。バール神を拝まなくなった。ヤウヨロゾの神々を拝まなくなった。かもしれません。しかし私たちの心の中にはまだ金の格子があるかもしれない。私たちが本当に神様の大事にしているものがあるかもしれない。それを本当に神様に取り扱っていただいて、そして祈りの中でですね、主の導きによって私自身の改革をしてください。主よ、あなたの御心は何でしょうか。主を教えてください。そのようにですね、祈り。リーダーシップが成熟して、ますますですね、神様の御言葉を述べ伝え、神様の言葉に従い、そしてこの世界に新しい文化を創造していく主の働きをさせていただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは日々生きていく中で本当に偶像礼拝に満ちたこの世界の中で、あなたを述べ伝え、イエス・キリストを明かしていくものとして生かされています。しかし私自身の中にも残っているこの偶像の根や偶像礼拝になりそうなもの、そういったものを主よ、あなたが御言葉によって光を照らしてくださって、そしてそれを吐き出して、それを告白して許されて、はい、ますますあなたの働きに招かれていくことができるように、主よ、どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。